優勝に導いた約束のゴール、武藤義則が話す裏話。サッカー J1 リーグでは25日、ヴィッセル神戸が武藤義則選手の決勝ゴールで初優勝を飾りました。ゴール後のパフォーマンスについて聞かれると、小学校訪問をさせていただいていて、そこで子供たちにお願いされていてと回答。パフォーマンスの内容に関しては、その小学校の踊りらしくてと明かした武藤選手。その小学校の子どもたちにとって素敵な思い出になりましたね。約束を裏切らないというお手本になりました。スポーツ選手の鏡です。こんな爽やかで優しい選手が来てくれたら、子どもたちもファンになるよね。子どもたちに夢を与える武藤選手が改めてかっこいいです。リフティングうますぎやろ。いや、子どもの時にこんなイケメン金持ち、運動神経抜群で良い匂いの人に会ってまうと、女子の価値観がねじ曲がってまう。めちゃくちゃ働くね。これほどクラブに協力的で貢献度も高い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。